はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もビヨンドやってまいりましょう。今回は孤独というパートでございますね。さてさて、これは誰だ。あ、出た。ダメパパ、クズパパ、終わってるパパ、頭の中がパラッパッパパーのパーパーやな。うまく言えないから事実だけ伝える。はい、どんな事実でしょう。ママとパパは転勤で基地を離れるんだ。なるほど、つまりお前も一緒に連れて行きたいけれど、でもあなたは逃げるってわけですね。ドーキンス教授と一緒にここに残る方がお前のためになるんだよ。おお、どんなためになるんでしょうね。教えてください。クッションかわいい。自分で書いたのかな。へえ。もちろんできる限り。ああ、これ会いに来ないパターンのやつやな。よくなったら引っ越してくればいい。よくなっても引っ越してくるなよ。いい、ね、あ、つまりエイデンと離れることさえできればってことだね。これが一番なんだ。いやいやいや、ジョディの表情見てよ。どう見ても一番じゃないだろう。うわー、上べっ面の宙。頭にしてんだもんな。普通は額にするもんだよな。まあまあ、なんとかならなかったのこれ。本当にかわいそうに。いい子でね。最終的にママそれしか言わないんだ。辛いだろうけど。めっちゃ辛い。でもきっと大丈夫よ。どうでしょう。さあ、もう行くぞ、スーザン。ほら、もう少し待って、フィリップ。ほら、さっさと行こうとしてるんだもん。これ完全にパパもう見せる気満々だもんね。なんか嫌な予感もするんだよな。最終的に。さあもういいだろう。ほらやっぱりパパさっさと離れたがってるもんね。こいつなんとかできないのかな。うれくぬダメパパ。あ、なんとかできるね。できちゃうんだね。やっちまうか、フィリップ。よし、憑依完了。あ、違う、これ殺してる、もしかして。どうしよう、窒息してるわ。まさか、まさかだと思うけど。あー、やっちまって。あ、お願い、誰か助けて。憑依かな。ちょ、ダメだ。いやいや、今すぐやめなさい。やめると思う。ジョディの俺を殺そうとした。何言ってるの。それが本音だな。少し落ち着いて。バケモノ、ジョディがそうしようと思ってると思ってる。違う、このバケモノめ、俺だ。なんてこと、ジョディ。そりゃそうでしょ、自分を置いてさ、どっか出て行こうとするパパなんかも。パパじゃないもんね。頭パラッパ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 ーだもんな。気持ちはわかるよ。でもこれでよかったんだ。気持ち分かっちゃダメだろ。え、つまりホーキンス博士、私もお前の立場だったらパパを殺しているよってことでしょ。やばいじゃん。私もですとか言い始めたらどうしようかな。研究者もろともやっちゃってんだもんな。あれ、終わり。偽りの父、ジョディの父に気が、あ、食わないパターンもあるんだ。でもさすがにまだちょっと3分しかやってないんで、ちょっとこのまま次のパートに進んでいきたいと思います。ナバホ失意、ホームレスで失意。失意って何だったっけ。あの、逃げた先の話か。うん、でナバホ。おお、なんか随分と。失意とかホームレスの時はあれだったもんね、冬だったから。おお、あれ、随分と髪の毛切ったね。あれ、こんな短かったっけ、もともと。え、違うよね。真ん中がおしゃれだな。どうした、エイデン。もうこっちは超バテバテで。早く行こうよっつってんの。そうだよな。自分の居場所もわかんないんだから、いい加減黙っていい子にしててくれない。そもそもあんたのせいでこうなってんのよって言わないだけやっぱ大人だよね。にしても、あ、なんか民家、え、民家建物なのかな。後ろ見れるわけでもないよね。サボテン。これなん、どこなんだろうな。メキシコ？メキシコとは言わないか。国境近くだね。じゃあアリゾナとかそのあたりなのかな。いや、でもアリゾナってまたちょっと違うか。あんまりアメリカの地理詳しくないけどね。あ、あ、来た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 。ヘイ、止めてくんない？女の子だよ。ちょっと遅かったか、気づくの。こんなね、ところを一人で歩いててさ、どうしたのお嬢ちゃんって、ま、気にはなるよね。アメリカの広大な土地を考えたら。お、もう一回。
ヘイ。お、止まってくれない。無理か。ヒッチハイクな。ヒッチハイクしてる人を乗せたことはあるけどな、ヒッチハイクになをしたことはないからな。ああ、ついに喉カラカラってこと。この中に水もないのかな。大丈夫だって。いやでもね、砂漠のど真ん中で脱水状態だし。そうだそうだね、水ないんだな。ほんと最悪だけど、きっとなんとかなる。なんとか生きてる。あ、ほっといてよエイデン。なんとか助けてあげるって言ってんのに。何？あそこに小屋があるよ、行ってみない？そう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 、エイデン。エイデンってどんな見た目してるんだろうね。そこもジョディしかわかんないのかな。お、なんかあれじゃない、なんかあの鎖を引っ張ったら中が武器庫があってさ。怖がる必要ないよ。なんでハウリングしてるんだろう。ヨー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 。ああ、操作できるんだね。で、中からマシンガンっていうかガトリングガンが出てきて、でニヤッとするんだよね、サングラスをかけたおっちゃんが。うーばうまうまうーばー、ホースホースホース。覗けるところが特にあるわけでもない。あ、あるね。めー、羊年です。ラム肉って美味しいけど、マトンって食べたことないんだよな。まあでもラム肉も好き嫌いがあるもんね。食べたところがたまたま美味しいけど、本当にその嫌いとか苦手っていう人もいたりするからな。あ、こっちじゃないのか。うわー、そこなんかウォーカーとかいっぱいいそう。馬、数歩の白い馬。白くはなかったね。そう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 。で、あそこ開けたらいっぱいウォーカーたちが出てきて、で最後に小さい少女のウォーカーが出てきて、マグナムで頭ぶち抜かれるんですよ。誰かいそうだよね、本当に。こういう世界線でさ、お化けとかポルスターガイストとかが普通にいるような、あったりするような世界だったら、ゾンビとかなんか1体2体いても不思議じゃない気がするけどね。あ、特にいけるわけじゃないのか。なんかちょっと一瞬画面が固まった。怖いな、急に画面が固まって終わりましたとかないよね。あ、なるほど。で、これで水を汲もうとしたところに汲めない。え、喉カラカラなんだよね。しかもめっちゃ夕方になってきてるし。もしもーし、コン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 、誰かいませんか。コンコン、誰もいない。もしもーし。あ、あの、突然お邪魔してすみません。あ、結構イケメン。あの、一晩泊まれる場所を探してて、もしよければ。他に行け。あ、一晩だけお願い。一晩だけ。夜はかなり冷えるし。そうそうそう、砂漠の夜ってなんかすごく冷えるんだよね。他に行く当てがないんです。今ちょうどワンピースのアラバスタ王国編を読み直してて、砂漠って50度超えるけど夜は氷点下らしいね。もう行くんだ。面礼をして。いやいや、ジジャエスパーゾアクリナオドボネザラヘスピン語って言え。スペイン語な感じはしないね。ポカーンとしてる。こういう時にエイデンになれないのかな。止めてやろう。あ、マジで。入って。わー、でもなんか襲われない、これ。大丈夫。名前は。あ、ジョディ。ポールだ。ポール、あ、いい名前。息子のコリーとジェイ。私の母、シマサニだ。シマサニさん。シマサニって名前がすごいな。返事はしないが気にするな。何年も喋っていない。シマサニってどこの国の人の名前だ。これから夕飯だが、一緒に食べるかね。あ、ぜひぜひぜひ。あ、ええ。ええ、ありがとう。食べさせてくれるってすごい優しい人だね。だけどその前に、ちょっと家の中物色してもいい？おい、どこに行く気だとか言われそうだよね。さすがにここの中勝手に入っちゃまずいよね。コリーとジェニーがどっちだったかわからない。え、ジェニーでったっけ？あれ？名前がわかんないや。なんかさっさと座りなさいって言われるから。あ、
座って。いやせめてカバンかけるとかしてちょっと行儀お行儀が悪い気がするよ。じゃあいただきます。あ、トウモロコシ、なんかアメリカだからこそうまいみたいなトウモロコシとかあるっすよね。早速肉、おいおいこいついきなり肉いってるぜみたいな。肉いくでしょうよ。あ、トウモロコシもいこう。トウモロコシの中にある糖分と水分を一気に食べてね、喉を潤さないと。おいしい。あ、あれじゃない、もしかしてジョディをきっかけに島さんに母さんがね声を出すようになって、あ、ありがとう母さんの声を何年ぶりに聞いたことかって一気に夜になってる。まさにこの季節特有だよね。よし、ステーキ行こう。そうなんですよ、ちょっとね年末ね贅沢することが決まりましてですね、うちもちょっとねとある県にね和牛を食べに行こうってなったんですよ。1人当たり1万5000円くらいだったかな、うん、日帰り旅行なんだけどね、ちょっとねいいところに行ってね嫁さんとね一緒に食事をしようと思ってます。ここじゃヒッチハイカーは珍しい。そうっすか。どこに行くんだい。ちょっとごまかす。町から町へ点々と、あてもなく、あてもなくさまよってる。ナバホ、そう、ナバホって何。あなたたちはナバホ族。あ、そういう意味。ディネだ。ディネ、人々という意味だよ。人々族、ナバホの言葉だ。どういうこと。馬、あ、そう、牧場やってんの。ここはすごく町から遠いけど、うんうんうん、先祖代々ここで暮らしてる。ここで生まれ、ここで死ぬ。それはいいけど、でも女性陣、え、どうやって子供作る。息子たちには町に行けと言ったが、だが家族と残ることにしたようだ。奥さんは、そういえば母はいるけど、奥さん、もしかして奥さんも亡くなったのか。まあじゃあちょっと孤立について聞いてみようか。この辺では牧場はあんまり見ないけど。優しいお孫さん。仲間はみんな町に越していった。そういうことね。なるほど。厳しい暮らしさ。でもこんだけ贅沢な料理がいろいろ並んで、あ、なんだったっけ、あのメキシカンの名前忘れちゃった。あー、なんだったっけ、あるよね。あ、タコス。タコス美味しいんだよ。ロスで食った時のタコス忘れられねえんだよな。めっちゃボリューミーでさ。ひき肉とかもすごいあって、あとやっぱビー豆料理って基本的にあまり好きじゃないけど、あとはタコスだったら食えるんだよな。ジェイに聞け。おやすみ。あ、もしかしてあれなんだっけ、嵐が来るのか、砂嵐か何か。ちょっと立ち上がるか。どうしたい、なんか手伝えることない。さあ来い。おお、はい。なんか軍隊か何かかな。任せといて、一応 CIA です。一応というかガリッガリの CIA です。超感動のボコボコに仕上げることができるほどの強力な CIA です。あ、こんないい部屋に寝かしつけてくれんの、ありがとう。ここはママの部屋だ。部屋から出るな。何が聞こえても。聞こえてもって、それはちょっと怖い。どういう意味。命が惜しいか、なら鍵をかけて朝まで出るな。え、どういうこと、どういうこと、何か来んの。あ、めっちゃ気になる。どういうことやろ。なんかちょっと危ない連中が来るのかな。なんかハーレーみたいなごっついバーキューのブルルルブルルルとか言って。ん？おお、皆さん本日のサービスシーンです、ございます。どうだろう。皆さんどうです、上と下の下着がこう、あ、これ以上やめとこう。これ以上はね、ちょっとね、よろしくないか。あ、ここでエイデンになって、エイデンで外に出ていくことはできないのか。こっちは、こっち行けるね。こっちに行っといて、ああ、おお、なかなかいい胸板してますな。こんな若い男女が部屋で一人二人といたら、もうやることは一つ。こっちの方行けないのか。こっちはシュイン。大丈夫ワンちゃん。で、島サニさんは寝てるね。寝てるね。あれ、あとは、あ、違う違う、戻ってきちゃった。
あと息子たちがどっかいるよね。ああ、いたいたいた。息子が何してるんだろう。そわそわしてるね。これは何の絵だ。 SM クラブかな。で、パパが、あ、野球好きなんだね。なるほどね。ショウヘイ・オオタニが今すごいからね、本当にね。で、ここはバスルーム。特に何もすることなさげですね。で、なんか2つあるけど、すごく暗くてね、見えないんだよね。まあ、しかし、まあ、まさか、あの、主人公のお色気シーンを見れるとは思わなかった。今も一応パンツなんだけど、ボクサーパンツ。え、ちょっと待って。ん？なんか仕込んでる？銃？ちょっと失礼。ああ、違う。結んでるだけか。なんだ。銃かと。いや、このまま寝るわけにはいかない。まさか、もしかしたら寝込みを襲われるかもしれないから、とりあえず、よいしょ。あ、違うわ。血？何これ？はい？はい？え？燃やされた？まさか。前ここに。何を怖がってるんだろう。こっちは。ああ、そこ水か。軽いシャワーみたいな。髪の毛ベットベトになる。え、もしかしてこのまま寝る気？寝込み襲われたらどうすんのよ。もうパンツ一丁だぜ。それでもいいならいいけどさ。格好の餌じゃん。一応パジャマ持ってんだね。はい。じゃあ、おやすみなさい。で、この夜一体何が起こるのか。あれ、エイデンがなんか気にかけてるな、これ。まあ。まあ。変なところだけど。そうだね。確実に普通な場所ではない気がする。うん。まあ、住民はいい。明日にはここから遠くに行けるはず。さあ、どこに行くか。栄養も蓄えて。おやすみ、エイデン。おやすみ、ジョディ。また明日。まぶたを、瞳を閉じれば、あなたが。なんだ？なんか急に映像が。部屋から出るな。あ、夢？何が聞こえた？いやー、めっちゃ死んでるよ、いろいろ。これ、あれじゃないの？あ、砂嵐がすごい。喋らへんのかーい。なんだなんだ。ずいぶんと危ない部族が出てきたな。なるほど。夜中の砂嵐か。これまずいんじゃないか。なんかちょっとズボン履いて、ズボン履いて。ズボン。え？ちょっと待って。おい、このまままさか出ていこうという気じゃないだろうな。出ていきましょう。何が聞こえても出ていくなと言われたが、その前に、どうしたらいいかな。廊下はついきっぱなしなんだ。うわ、めっちゃ震えてるよ。弟なのかな。で、これは兄貴か。兄貴憑依できないのか。あれ、パパどこだ。パパはどこ。ワンちゃん大丈夫？これはあれだね。島サニさんだけど、島サニさん寝てるしな。あれ、パパどこよ。パパなんやか。戻ってきたよね。戻ってきたね。あれ、こんだけスッて言って、で、弟怯えてる。で、なんか弟臨戦態勢。あれ、ここにパパいる。あ、パパいたわ。パパの部屋だけど、何、パパはあれだ、侍座りして寝てるわ。侍座りってなんだって話だった。これ出てったら怒られるかな。ちっちゃい。あれ、しかも外から鍵かけられてんのか、これ。ちょっと出られないじゃないのよ。どういうことよ。どうなってるのこれ。エイデン、やっちゃって。なんとかドアを開けて。これ、ああ、何、座るの。とりあえず、あ、ちょ、じゃあいいや。エイデンやっちまうか。エイデン、やっちまって。あれ？エイデン？あ、こっちからじゃないといけない。なるほどね。外から鍵かけれんのかよ。そんな仕組みがあんのか。ちょ、これでオッケーかな。じゃあ私は出て、あ、ちゃー、座っちゃったー。寝てみる？寝るんかい。
なことしてる場合じゃないのよ。私は立ち上がって、そう立ち上がってさあ家を出ていくんだ。何があっても出るなと言われたが、それは押すな原理ということをご存知か。なんで出れたんだって言われるけどね。え、これてかこの格好のまま、ああこの格好のまま出ていくの大丈夫？どこ行き？ちょっとお尻の肉が若干出てるよ。え、これで外に出ていこうとしたらとんでもないことになる気がするんだけど、さす、あ、出れるんだ。どうしよっかな、ちょっと面白い展開に持ってこうかな。それと島さにさんに会いに行く。島さにさん助けて、母に何する気だとか言われて、あれ違うな。さすがに出て行こうとしたらなんか誰かが食事そのままかよ、すごいな。さすがに出て行こうとしたら何する。おお違う、ここで何してる。部屋にいろと言っただろう。あれは何なの。ベッドに戻って朝には出て行け。それは別に構わないけど、 なんかこの世界の亡霊か何か。え、何今の、なんかトルーパーみたいなのが出てきた。しかも収まった。さっきから弟がずっとビク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 してたけど、何だったんだろう。